優しい、はいはいはい、あれ下向いて食べはるしな、下向いて食べ、ほんで喋り出したい、ああ、ほんなら自分でスピーカーかマイクか分からないけど、こんにちはって言うねん。お前癖なんか、なんかアピールだ、分からへんけど、まあ、やっぱちょっとそれもしばらく経って、ちょっとね、飲み物とか飲んで、はい、ちょっと自分で、ちょっとテンションも上がってきた時に、はい、忘れてこれ。あ、これ忘れた。あのでくね、言うたら、やっぱ歯ないです。防御やな。自分なりの防御。これすいません、最近言っちゃった。そう。びっくりしちゃった。うん。まあ、まあまあそうなんやけど。ほんで、一番びっくりしたのが、私は聞いてたのは、50過ぎの介護福祉士さんで聞いてて、教えてもらったときはね、はい。ほんなら、その話聞くと、どうも今、現在68歳やねん。ほんで、介護施設にいる人やねん。出てきた、すごい出てきたね。え、嘘ついて ?50 いくつや言うて。50歳で聞いてたの。50歳や言うてんの。まあ、でも上手いね、50過ぎやって。教えてもらったときに。まあ、過ぎとんのは過ぎてるけど。18ぐらい食べようと思って。介護施設入っとんのかい。入っとしてんね。で、まあ、今介護施設から来ましたよね。介護施設働いてるじゃなくて。働いてんねん。入ってる。目の見てもらっとくねん。よう、で。滋賀から来とん。でもそこまで来れたんですね、でも。なんかバスか、なんか乗ってきたみたい。60歳で介護施設に入る、68歳で身内もおらへんから、身内も全然おらへんらし、はい、で、まあもう歯もないし、はい、まあ、言われよ、身内おらん歯ないからもう入ったんや言ってましたけど、何やその理由。ああ、まあ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 、お金はまあお金とかまだ持ってないかもしれないね。お金はあるんでしょうね、お金はかかりますよ、まあ、ほなもうずっとそっからね、もう解禁したら、はい、もう怖いもんないわね、もう全部、はい、でもそこのなんか施設の悪口ばっかりや。まあそら60いくつで若い人に、いろいろ中にな、はい、埼玉いろいろあるらしいわ。いやつもおるでしょうしね。まあまあまあ中では、まあ中では若手やねんで、はい、まあ、60そりゃそうでしょ、若いからやっぱりもう年いっとんのもうちゃ嫌やとか、はい、まあまあ言ってるんですけども、やっぱり自分が若いからその中でやったら、はいはい、だからまあまあまあちょっといろいろあるとか、歯をバカにしてくるとか、まあそりゃ歯あれへんのはね、うん、もうこの間なんか自分よりか下を探すってなった時に、うん、一番はっきり分かりますからね、うん、でもやれたらええでしょ。はあ、もうまあ、まあ、いやでも介護士、介護福祉そのとこ入って、介護施設入ってある人は別に歯、はあ、いらんのちゃいます。毎回手入れするのも大変、でもなんかまあ入れたいなという気持ちはあるらしいですね、はいはいはい、気持ちはあるとでも入れようかなと思うけども、はい、でもなんかがんかな、ここの喉頭がんかな、ここの首なんかのがんになった時またなんか取らなあかんのかな、なんかそんなこと言うてて、はい、むっちゃ先の先の心配してんねん。こんなとこがんなるところの話はずいぶん熱い。いやでもとりあえずつけてからやん、はい、むっちゃ先の話しはんね、はいはい、で、あ、そうですか、まあそうですか、もうそれしかない、そうですか、はい、しかない、だから意外も文句が多いし、はい、でもそれで終わって、いやまあなんだかんだで終わったんですよ、ほとんどなんか優しいもんばっかり食べはって、はいはい、終わって、ほんでまあまあ一応その紹介してくれはった人が一応グループラインみたいなの作りましょうか、はいはい、まあまあ言うて、まあまあ、68の、まあ、とりあえずね、はい、まあまあ、まあこれもあれやから、はいはいはい、まあ、作りましょうか、はい、LINE ができるんですか、ほんなら、あの、ガラケーですそらせや、そらせや、持ってるだけでも、もう入れ歯みたいなもんや、それが、あ、こうやってだよ、はいはい、ほんなもう、この話なかったことで、はいはい、ないでしょ、LINE もないから、はいはい、ほんなもう、まああの、またどっか道でお会いした時で、ね、またお会いして道で会うなら、市が行った時にね、はいはい、なんか釣りでんの、まあ、もしかしたら、ね、釣りかなんかで来た時にまた会うかもしれませんね、はい、一生会わんやろな思いましたよ、はいはい、私もそら、はい、でもまあそうですね、はいはい、でもそれでは、まあ、もう今のところ、二度と思ってませんけど、まあまあそら、もしかしたらあのなんか施設に横さんが入らはるときに、うん、向こうの施設で出会う可能性はある。分からん、はい、出会いやからね、分からん。でまあ、2個目もあかん、私12年に1回ええねんけど、はい、なかなかないなと、はい、やっぱトンネル抜けてる割にはと思ってた、いや抜けてないですけど、でも誰かに出会えてることは、まあまあまあまだね、はい、人との一期一会はすごいことやなと、はいはい、ほんでたまたま私また後輩の女の子に言うてたら、後輩の女の子が市議会議員さんに言うてくれて、うわすごい、そうでも市議会議員さんに言うてくれて、議員さんですか、誰かいませんか、はいはい、で市議会議員さんが集めましたと、えで市議会議員飲み会みたいなのやったんですよ、うんね、ほんで私らのもう私のイメージ勝手なイメージ申し訳ない、市議会議員でも、うん、えみたいなね、はいはい、もうそれはいろいろ、はい、なんかもう時代も変わってますね、みんな平成生まれなんですよね、はい、市議会議員今34とかやね、若みんなそうなんやで、いろんなとこ
うわー、人脈山ほどあるんでしょ、でも。これはいろんな、まあ、いろんな、だから市議会議員のいろんな。まあまあ言うても。人が来てくれて、はい、でもびっくりする。全員平成生まれや。私だけ昭和やねん。まあでもそうか、もう平成生まれでも。それでも35ね、もう、なってくるから。市議会議員が34歳。市議会議員もね、でもやっぱり今平成の子ってすごいね、飲み会行ってその初めてたくさんにも行かしてもらったけど、はい、優しいね。 あのもう昭和でしょ、まあ、山手線ゲームイエーイみたいな言うてたけど、あんなのせえへん。いやそりゃせえへん、市議会議員だもん、うん、でもそうですか、はい、そうですか、でもめっちゃ聞いてくれはんね、はい、民衆の意見を聞いて今自分があると思ってはるから、うん、はい、すごいね、はい、でもめっちゃ聞いてくれて、で市議会議員さんもそのなんか変な言い方ですけど、誰か出会いがないんですかって、市議会議員はある言うてました、うん、まあそれはあるでしょ、お見合いの話はめっちゃ来るねんで、うん、すごいな、こんな人どうですか、うん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 、どうですかって言って、でやっぱりね、選挙の時には結婚してた方が有利とか、まあ、そりゃそうです、やっぱりその家族を大事にしてはる、そうそうそう、消費か言うて、はいはい、なんかって言いにくいとか、そうですね、うん、はい、あるらしくて、はい、でそうあるから、まあまああるよね、まあ、いろんな人がいてて、まあいろいろ喋ったわけです、はい、ほんでまあ普通にその日終わりまして、はい、で帰って、お次の日その管理してたね、若い後輩の女の子が、はい、誰がいました言ってくれて、みんなに連絡してくれてたんですよ。いやいや、もうでもそら平成やしな、そうですね、もう時からからな、昭和50年前の、ぐいぐい行くのもさ、はい、そらそうや、やわらちゃん世代、うん、なあ、やわらちゃん世代、うん、なかなかそらな、ぐいぐい行かれへんわ、そら言うたかって、はい、でもまあ誰かいません、いやせやな、誰か言われて、まあ、あの隣の中5下とかだった、隣の子はええ子やったんが分かったわ、うん、ぐらいが言うてたんですよ、まあまあそれで終わってたら、ほんなんある時で夕方ぐらいかなにまだ連絡来て、はい、あのなんかいろんなそのいた中で新聞記者の人がおったんですよ、ほう、記者がね、それ若いでしょ、平成の、はい、新聞いな、だいぶ田舎の方、兵庫県のものすごい3時間ぐらいかかるとこで、はい、新聞記者で、そのとこの町では一人でやってるんですって新聞記者を、うん、あ、大きいとこで雇われてるんですけ ど記者がそこでは一人で取って全部やってる、はいはいはい、でその記者はあの会いたがってますよと、またご飯行きたがってます、はいはいはい、ええー、と、はい、ほんなら別やでも事件かそんな感じ、はい、お姉さん姉さんも、はいはい、ほんで、あのそれやったらまあもうちょっと顔も忘れかけてたけど、はい、あのそんなもう一番話早いから行く行くよって、で約束したらすぐその3時間ぐらいかかるんですけど、すぐご飯食べに行くこと、おうおう、でご飯食べに行ったら、まあ、新聞記者すごいね、聞き上手、もう聞いてくれない、はいはい、あもうもうもう古いけど今時こんな人おれへんけど、はいはい、そうですか、何グラムで生まれたんですか、置いてるか分からないけど、はい、聞き上手、はい、もう何でも喋ってもらったよ、はい、で1回目まで行きまして、もう一回行きましょうかって、2回目また近いうちに大量食べに行ったんですよ、また聞き上手かどんだけメモられてるの、聞き上手、はいはいはい、聞き上手でも喋っちゃって、で3回目まだああいうことなんで、またハハ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 検索してたんですよ、はい、まあ、まあまあ事件があったら忙しいとか書いてるし、はいはいはい、なんか新聞記者の嫁はどんな一日を過ごしてるかっていうの、まあ、まあ事件があったり、はい、未来を見据えて選挙があったり、はいはい、そういろいろ行かなあかん、はい、まあ、でも、そんなん別に忙しいな、暇やりええわ、はい、思って旦那がどうだよね、そうだ、はい、でもまあその人はもう一人でその田舎の方で一人でやってるから、写真撮るのも記事書くのも全部一人やから忙しいんですよ、むっちゃくちゃ忙しい、だから自分用の会社用の持ってるし、自分の携帯持ってるから、なかなかやっぱ自分用の携帯なかなか見ないでしょ、どっちかってあんまりその既読も使えへんような人なんですよ、ほんで私がまたその後なんか送ったんですかね、なんかしばらくつかないですけど、まあまあしゃあないし、まあまあ忙しい、それしゃあない、もう別にええかまへんかまへんと、でもだいぶつかないんですよ、どうなってるんだ、まあまあ忙しいから年末にいろいろあるから、まあいろいろバジって、ね、はい、忙しい、なんかあのその町に、はい、あの記者が来るとか初めて、はい、記者がやってくるとか言ってたから、はい、忙しいんかなと思って記者が走るみたいな、記者が走るって事件や言ってたから、はいはい、忙しいんかなと思って、ほんでまあまあ掘ってたんですよ、別にそこまで気にせずに、はい、ほんででも何気にその子人が働いてるとこの新聞記者のそのなんか今ネット版みたいなのがちょっとあるんですよ、あるんか、たまたま何もな、何も考えて、まあ、いろんなところのニュースみたいなのが出てくるんですよ、はいはい、そこの地域のところの地域のそのニュースだ、まあ、その人が書いてるとかの、はいはいはい、まあ、何もなく、まあ、普通に見てたでしょ、
思って、なんやで、なんかどうもその田舎、まあまあ田舎の方で、ね、なんかあの素人さんびっかり集めて、だから漫才コンテストみたいなのあったみたいな、地域のね、いろんな地域、いろんな人が出て、町おこしみたいな、どうもその新聞記者ともう一人後輩の新聞記者と漫才で出てたんですよ、はい、コンビでね、コンビで、うん、はい、なんか記者同士で、記者同士で、ほんで記者はずそうそんな感じで、はい、ほんならまあまあええとこ行ってたんですよ、おちょっとそのコンテストでも、そう、ほんでなんかテペーみたいな感じのなんか感じやったんですよ、はい、でまたフォン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 、私の昔のこの昔のフォン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 、まあご飯食べてこう迎えで送りましたね、ああなんか、あそうですか、そうですか、でもさ、ネタ作りでどんな風に書いてました、そうやな、ネタ作りそうやな、あ、まあ、もう中根陽子さんってことを言ってるんです、話してました、記者は、うん、はいはいはい、まあまあこんなんやな、あでもさ、やっぱりさ、そっちはさ、やっぱ突っ込んだおもろ、やっぱさ、その記者同士からなんか新聞記事みたいなネタもおもろいよね、そうっすよね、うんうんうん、ポン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 、ネタパクられてる、わ、わからんすよ、わからんよ、私は3回にわたって、一番何が恥ずかしい、新聞記者の嫁の一日を調べて、私が一番恥ずかしいやん、私が一番恥ずかしい、全然忙しくない、そんなすごいや、でもだから代々子さんのそういうまあ才能を、いや才能とかではないけど分からへんね、ああいやそれはどうか分からへん、でも今となればあのフォン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 からいろいろなんかどんなのあれでしたね、すごい、2回目ぐらいから3回目にかけて結構その話したんよ、思い出したよ、ネタを作るどうのこうのの話、ネタ作りとは、そうで、なんかせやな、マジ記者同士とかやったと、やっぱ記者やったら新聞のそんなさ記者の事件のあるかも、ものほん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 、言うてるやん、いやそんなん全部さ、そんな普通の日常会話思ってる、まあまあそう、それが付き合いが分からへん、そ勝手なことは言うたらあかんね、分からへんで、ほんまに自分でその思ってはって何か、それは勝手なこと言うたらあかんけど、ほん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 って、すごいな、いや分からへん、これはもうパクってとかそういうことじゃないかもしれない、ただまあその会話で、まあね、というだけやねんけど、それ撮ってはって、まあまあね、知らんよ、それも撮って、まあまあめでたい、喜んで、めでたいことは、めでたい、よかったな、よかったなですよ、それから、これもう一切既読にならない、まあ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 、もうお役は終わったというところでしょうね、うん、ネタ作りに、まあまあ、 近い範囲で3回歌うんや、すごいな、分からへんよ、まあほんまにね、その人を疑いたくはないし、分からへん、分からへんで、ただ歌うかもしれん、私が見てもて、はい、イエーイだな、いや分からん、それもあの頃の力やから絶対そうやねんけど、まあまあね、いやだからまあ実質なんか YouTube だな、もし映像が残ったとしたら私そのままのネタやんかぐらいのことかもしれないですよ、分かんない、まあ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 知らんけどね、はい、そのことは分からへんけど、はい、まあまあしかで参加を追って、これねすげえな、うん、卒業すごいまあまあでもなんか変な、いや分からへんで、もうこれ分からへん今日は疑いだな、ね、まだ肩持ってるやんか、ちょっと分からんちょっと、まあまあ、でもな、あんまり人をこうなしてもな、あこないやん、はいはい、まあまあええようになってよかったやん、まあ、まあ優勝できたんだね、まあ、優勝はいけないから、まあまあ、ええ学校でしょ、はいはい、結果が出た、向こうの結果が出た、こっちは結果悪いけど結果悪いけど、天国と地獄やわ、いやすごいな、でもそれも平気で向こう側からじゃ逆にこの度ありがとうございましたと、いやでもそれ言わねえやん、別にそのわざわざ向こうは別にそのことに関してもね、いやでも僕はそれを、ね、まあ分かる、まあでもあと10年か、まあ10年やらせて5年後ぐらいに探偵ナイトスクープであの人に礼を言いたいとか言って、記者じゃないですよ、ナイトスクープ探偵さんが誰か来て、中野くんさんが映って、あの時あなたすいませんでしたって言われてるかもしれない、ありがとう言うわ、はい、うん、実はあの後言って、まあ、分からへんけどね、はいはい、まあほんまにだからもうあそこの村が電波届けへんねやなって思ってる今は、まあまあまあそう思った方がなんか気持ちええやん、なんか分からへんけど、なんかもう悪いのに嫌やから、はい、電波届けへんねやなって思ってるすごい類まれなる相変わらずの、ね、12年に1回ええねん、12年に1回すごいね、はい、周り良くなる、はい、うん、今んとこだからね、その12分の3で全然良くなってないですよ、はい、
まあまた 3人目やって、はいはいはい、でまあ、走行してるうちに兵庫県が連絡、そうです、6ヶ月経って経ちました、はい、そんな悩みどうですか、6月、はい、ほんでまた取りに行って役所、あ3ヶ月切れてるからあかんか、独身証明書ください言って、はい、またちいちゃく言って、はい、やってくれはって、でまた独身証明書とね、もうなんかさすがにめっちゃおもろいねんけど、はい、そのなんか私がね結婚相談所で、あ、結婚してたな、あの写真撮ってもらった選挙の、はいはい、選挙の写真ね、なんか新しい AI 技術みたいな、まあ、今だから一回も使うことなく、ちょっと AI 技術みたいな、そうそう6ヶ月ぐらい写真撮った写真はまだ一度も使われてないわけですよ、この6ヶ月間ね、見てるばっかり、はい、ほんでそこに持っていたんですよ、はい、今なんか結構そのなんかその本人さんと今その AI の技術もあるから、 AI の技術がなんかこの今っぽい写真、今っぽくない、だから古い、そのご本人さんがむちゃくちゃ古いのを持ってきたりとかで弾いたりするみたい、違うじゃないですかっていう言葉が今控えできるみたいな、ほなまさかの私選挙言うても最近やん、古い言うて弾かれて、おーい一番ベテラン、ベテラン、ベテラン、古いんや、いや一番新しいのに、メイクが古いんや、一番9000円、新しいよ、今年や、はい、うさぎ年で撮ったのに、はいはいはい、古いよってまさかの AI が初めて撮ってますって、はい、なんか昔に撮ったものを持ってきてると思われて、思われて、何すんねん思ってる、はい、しゃあない、しゃあないから、機械は正直もう一回もさすがにもう嫌や思って、はい、もうなんかある写真を、だから、はい、これは OK です、はい、これお金かけへんのええんかい、そうですね、何の記念写真やねんと、ね、年女ってだけですからほんまそう、まあまあネタやね、ほんまそう、ネタになりましたけど、ほんでそこやって、ほんならやっぱりそういうなんか今そのなんていうかな、こう携帯で見れるようになってね、アプリみたいな、まあまあ言うても、まあそうなんで、ね、まあ、年収とかいろいろこう出てくるようになって、はいはい、ほんならやっぱり大体やっぱ公務員さんの、はい、ごめんなさいね、これね、不要してます一応ここがね、クマ来たら怖いから、クマ来たら、ほんなら大体がやっぱりなんていうの、そのやっぱり公務員とかいいとこの人は、はい、もうみんなが殺到するわけよ、ほなもうなんか今も順番待ちでいっぱいですみたいな、もうだから人気なんで、まあ固いところこそはやっぱり馬手が、はい、でもまあその中でもまだ来てくれる人がいてて、はい、ほんならなんか大阪のタクシードライバーさんみたいな人、はい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 、こんな長いねん毛、毛が髪の毛なんぜ普通の人こんな長いねん見たことないで、こんな長いタクシー運転手、あのジャッキー・ジェンのお母さんやわ、あの髪の毛着たことないねん、お母さんこんな長いねん、だから基礎っぽいやろな、男性でしょ、すごい長いねん、ジャッキーチェンのお母さん死にくい思うわ、運転、くくってはるじゃん、それ、いやくくっても長いんちゃうもん、めっちゃ長いねん、はい、ほんでまあまあええわ、それは長いのはまあええわと、切って切るん嫌いだな、まあ髪の毛長いぐらいは別に、長いはそんなに細かいこと、はい、爪がむちゃくちゃ長い、ベラですみたいな、ベラみたいなのやってもあれけど、背長いし、はい、まあまあええわ、ほんでまあまあそんな私お金とは思ってないんですけど、向こうの年でもあるし、はい、まあまあ見たらいろいろ出てこない、年収とかいろんな出てこないけど、ああ、まあ、年収があれあれ月収あれ年収月収あれ年収月収いうぐらい、なんかね子供の塾の1ヶ月のなんだかね、あの、はいはいはい、何その月謝代、はい、ぐらいで、ね、年収、年収が、うん、だから1年間で1人乗せたか乗せてないかやな、タクシーの運転手でそんな個人でやっとる、髪の毛こんな長くて個人で、個人でおいくつぐらいの方ですか、40過ぎ、うわでも個人タクシーってむちゃくちゃ難しいですからね、それちゃんとしたところに勤めてて、うん、まあ大阪はですけど、おで無事故無違反で、うん、ちゃんと許可が下りて自分で個人でやりますって言わん限りはできないはずなんですけど、ね、あれなのかな、あれは事故は出るのかな、まあ、また客が乗らんのかな、いやまあ確かに髪の毛がどんな状態なんですか、こんな長い人が運転してたら怖いですよね、手上げ止まらずこうやっちゃうかもしれないですけど、分からへん、なんか詳しいこと分からへん、ああ、まあ、実家暮らしやからまあなんとかなってんねや思うわ、はあはあはあ、でもなんかいい家庭を作りましょうみたいな感じでねん、はい、まあまあまあでもいい家庭、お金いただないけどなかなかこれいい家庭作らへんねん、まあ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 、そう3発台終わるで、はい、いや聞いたってやるじゃん自分で寝てる間、まあ、ほんまに、はい、でまあまあそれも大まあって思って、はい、でまあ今回はまあもう会うか会わへんかみたいなあんねんけど、はいはい、まあまあどうしようかな思ったけど、
まあ今回はちょっともうやめよう、やめよう、やめよう、さすがにちょっと怖い、さすがに神が、はい、癖が強すぎる、せやねん、年収が低すぎる、おじさんもう閉まるしなこう言うて、はいはい、もやし、まあ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 ちょっとちゃうかな、はい、で次なんか整体師さんみたいな人来て、整体の子なんか服着てな、はいはい、ちょっとこう声で出してたら、みたいな感じで、はいはい、そうしたらもうびっくりする、1年間え、ぎし、え、何急、え、駄菓子屋のお金、お小遣いぐらいの、はいはいはい、年収が書いて、年収が、はい、実家やから、まあなんとかなんとか分からへんねんけど、ほんでもう幸せな家庭を僕の給料で幸せにします言うてんの、はい、整えますぐらいの、はい、いやいや、これ一回コンビニ行ってハーゲンダッツ買われへんねんそんなだけど、ほんな、まあまあまあ言われへんけど、まあ結構やねん、それ5000円は払ってるわけでその人も借りたんちゃうお母さんが、いやそんな、やけどまあ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 、まあ、厳しいねんな、はい、ほんで多分だから私からなんかで言うたら生徒たち向いてへん思うわ、まあまあそうでしょうね、だって経理やろな、だから実質人の体の歪みどころか本人が歪みなくてるじゃんかそうやろなきっと、はい、でもじゃないんだけどこれもまあまあまあちょっとまあ、はい、今回もあれかな思って、はい、なあええんかって、ほんなら次まあまあ次3人目3人目まあ普通にまあまあ次は田舎ものすごいまた神戸のむちゃくちゃ田舎なの、ペンギン村みたいな田舎どこやねん、電車通ってないよなとこ、はいはいはい、なでそこ電気通ってないそこのだいぶ田舎やな、でまあまあでもまあ普通に自分で家持ってます、まあ、田舎のところで今生活されてる、でまあまあお金も自分で稼いで、まあまあ稼いでます、まあいっぺんまあええの任せば普通に稼ぎもあるし普通にしてるからいっぺん会おうかな、でその条件がもう昔のアナログやから真ん中で会わなかった住んでる人、はい、ちょうど間、うん、はい、間姫路や、おえだいぶ向こうやな、だってそっから短時間ぐらいかかるじゃん、ああほんでこれがまたすごいルールがあって日本海側の人、ね、いやもっと向こうか、えもうだいぶ知らんようなとか電車通ってないようなとか、ああほんですごいのはもうまあなるほどやな、なんかあの向こうのあだ名しか教えてくれへんねん、あだ名っていうかその名前ね、ああなるほど、まだ名前とかいろんなこと教えられない、1回目とかまだ1回目ではそんな、はい、やっぱりそうちゃんとしてはるからどうなるか分かれへんから、はい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 、教えてくれへん、はい、だから向こうがつくあの考えたあだ名がワンマンやな、ワンワン、まあ犬でも飼ってはんのか、いや、はい、で私がかワンさんかニコニコや、ニコまあ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 ニコニコしてはるんです、まあまあニコニコ、姫路や、はい、なおてんやね、お見合い初めて、ほんでまたこれ厄介だから連絡先一切知らんから、はい、一応どこかっていう目印はあるんですけど、ああもうちょっとワクワクします、分かりにくいアナログやから、ほんで会われへんかったらまたそれをなんか兵庫県かなんかに電話して、はい、兵庫県の人からまた電話がかかってくるし、はいはいはい、アナログ個人のやり取りはもう NG だから、ね、今日、はい、ほんならまあ会われへんね、全然会われへん、え会われへんな、この時代は携帯もないし、はい、全然会われへん、まあ、携帯あったとしても、うん、その連絡を取りようがないから細かいことが分かれへんから、はいはいはい、いや、なんせ分からへんから全然やん、で、まあとりあえず間挟んでもうて、なんとか会えたよ、間、はい、イメージでワンワンさんですか、はい、ワンワンです、おで、で、ニコニコ、あ、ニコニコです、なんか強烈なのやな、はい、ほんで、一応どこ行こうかな、ファミレスでちょっとドキドキする、ファミレス行きましょう、はい、ファミレス行きましょう、ファミレス行ったんですよ、はい、なんかフレンドリーと、あの意外とフレンドリーで、で、なんかあの、はい、ドリンクバー、まあまあ、はい、一応頼みました、はい、すごいねな、やっぱ初めてお見合いやって、まあ、人によると思いますけど、はい、もうね結婚の話なんですよ、もう早い早い、ね、嘘、お付き合いがどうとかこうとかね、はい、あの結婚したらどんな家庭を作ろうと思いますかみたいな、うわもう無理せずニコニコさんはどう思いますか、もう周りもおかしいや、ワンワンさんはワンワンニコニコさんはワンワンさんは隣もあまおんのにワンワンニコニコ、はいはい、おかしいワンワンニコワンワンニコニコワンワンニコニコニコ言うてる前にニコニコさんは全然ニコニコしてへんぞみたいな、はい、でそういうかもうすごいびっくりした、はい、で私もええー、言うてそこまでそこ飛ぶから飛びすぎやん、はい、まあそうですね、結婚どうしましょうかと、はい、どんな家族でっていう話になってくる、はい、もうちょい待ってね、そんな僕はもうすごいそのものすごい田舎に住んで、はい、でスーパーももう2時間ぐらいかかるようなところで、はい、で近所誰もいません、ポツンと一軒家すいませんね、はい、犬だけ飼ってますと、はい、でなんか自分のとこでその自給自足じゃないけど結構そうやってて仕事もそこで自分でやってるから、はい、全部そこだけで成り立つらしい、はい、で僕あんまり友達もいません、まあそりゃそうだ、家族もいる、あ親とかもいるんですけど、はい、そこまで仲良くもないです、はい、だまあ僕実質一人と犬ですみたいな、ワンワンはそうです、でニコニコはどんな感じですかね、はいはい、まあまあまあそうですね、そこまではね、まあまあまあいい人ともまあ、はい、そうですね、だからそこもまあもし行ったとしてもやっぱり行ったり来たりとかやっぱりいろんな人とやっぱり交流はちょっとしてみたいですね、はいはい、新聞記者にネタあげたり、うん、いやしたいですねって言うたんですよ、はい、ほんなら、うん、そうですかみたいな、
で、どういう家庭が理想ですかみたいなことを言ってくるんですよ。無積極的ですね、もう結婚っていうか、どういう、モリテンラブヨシー、ああ、ああ、ああ。